熱々のお豆腐の上に鰹節。どうも鰹節チャンネルです。はい、ということでやってまいりました、国神さんのイソー。来ました、今回コラボでございます。なんと南国プライムさんのリュウキさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということですね、今回はもう2人でねやってまいりましたよ、国神のイソということで。ここはどこですか、リュウキさん。初めてですか。ここ初めてです。もう見たことないですよ、ここは。まあね、今から過酷なね道のりが待っているということをね今から思い知るでしょう。なんとここはチュラサクです。場所移動しますか。移動します。移動しましょう。チュラサクっていうところなんですよ一応。マジっすか、キョボアテじゃないですか。マジか。ということでね、まあ2人で今回はチュラサクに挑むということで、楽しくね元気よくやっていきたいと思います。それでは行きますか、レッツゴー。はい、皆さんおはようございます。今ですね山道を駆け下りております。あぶね、おはようございます。こんな感じですね一応。全然油断が一切できないっていうね、この道。やばばばば、あぶね、うわ怖っ。崖、ちょっとこれを反転させて。こんな感じですね、ツイッターとかでよく出るんじゃないですかね、こっちは。はい、じゃあ行きましょう。ポイントつきました、うん、ということでね、この崖をね全部下ってきたっていう感じですね。まあ、ここで今日は打ち込みと深瀬、ね、打ち込み深瀬で赤陣狙いでねやっていきたいと思います。よいしょ。はい、まずはね打ち込みの赤陣から狙っていきたいと思いますね。前回没動画になった時に使ったこのサバの切り身を使います。こんなかな、2枚ぐらいつけますね。こんな感じで1投目いきたいと思います。リーダー65、ハリス65ですね。はい、ということで深瀬をやっていきたいと思います。ハリスはまずは4号ですね、全誘導で沈ましています。やば、沖に走ってるぞこれ。これあるぞマジで。ヒットしました。なんと1匹目はグル君、最高っすね。いいサイズっすね。おめでとうございます。これ餌にします。餌にしましょうかね。こいつを今から餌にしたいと思います。これ最高餌っすね。でこちらのねグル君を餌にしたいと思います。リュウクが釣ったやつですね。こんな感じで畑系の魚をね狙っていきたいと思います。あ、めっちゃ釣れそう。こんな感じですね。はい、あ、なんかフィットしてる。当たり取れんかった、クソ恥ずかしい。なんだなんだ、これグル君じゃないか。やった、よいしょ、やばい。よっしゃー、グル君釣りました。当たり取れんかったけど、シュラサク名物グル君釣りました。この沖縄県の県魚ですね。これは唐揚げが美味しい魚なんで2つかかってます、針は。よいしょ、よいしょ、取れた。よいしょ、いけ、 OK、 生かしておきましょう。きたー、シャー、きたー。久々に深瀬で魚をかけた。これボラか、ちっちゃい、抜き上げよう。いや大丈夫ですよ、そっちに。ああ抜けた、くそー。いや久々に引いたわ、楽しい。ふぅ惜しい。どうしても赤陣が釣りたいので胴突きでね狙ってみたいと思います。今深瀬は全く釣れてないですね。ランガンしてみたいと思います。
なんかね、一応かかってます。はい、ヒットしました。タバ使いますよ。なんすか、え、磁気ランカー派じゃん。一応動画全部回ってますよ。はい、すごいっすね、これ磁気ランカー派じゃん。うわ、はい、やりました、磁気ランカー派じゃ。じゃ結構でかいんじゃないですか。歯が妖怪ですね。逃がしていきます。逃がしましょう。これはえぇ、妖怪が釣れました。ドン、オッケーっす。ナイスファイト、ナイスファイト。シャーヒットしました。70カワハギですね。あれ2個あるっすね。これ2個ついてますね。すげえ。こいつに切られる人もいるっすね。確かに本当だ。ちゃんとこれは取りたい。すげえ、針2個ついてる。はい、ちょっとね、あまりにも釣れないので、こちらのグル君を1匹つけてアーラミーバイをね狙ってみたいと思います。こっちの正面にミーバイの巣があるみたいなんで、そこに打ち込んでいきます。ヒットしました。ボラだ、でかそう。うえー、浮いた。でかいですね、これでかいぞ。今日の初大物、ほら、タモ入れ結構難しいっすよね。オッケーっす。ちょっとこれ持ってもらっていいですか。やばい、オッケーっす。県記録じゃないですか。鯉みたい、でかっ。やばいっすね、これ。こっちの多分美味しいんじゃないですか、こっちのボラ。あ、美味しいって言うっすよね。何キロですかこれ。2キロあるっすか。やば、でかすぎますね。来ました、鯉。見た目鯉が釣れました。ボラですね。これどうします、持って帰ります。いやー、逃がしましょうかね。一応あっちに入れときますか。あ、そうですね、あっち入れといて。いや、でかいっすねこれ。ありがとうございます。うーす、おめでとうございます。はい、グループは根に入りましたね。最悪です。はい、再びね、胴突きやってみたいと思います。ちょっともう、今日は渋いっすね、全部。なんとか最後釣りたいですけど。でかいかもしれない。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。なんだなんだなんだ。ああ、来い、赤人来い。でかいっすよこれ。なんだなんだ。え、お、ミーバイでかい。いや、このままいけると思いますよ。はい、うぅ、
汽車回ってる。着きました。あと赤字ですね。何ですかこれ。え、結構でかくないですか。茶色が悪かったの。なんかこれ持って帰っていいですか。絶対美味しい。はい、ということでね、ミーバイ釣りました。これ茶色丸旗かな。なかなかいいサイズです。30後半ですね。ちょっとね、本命赤字狙ったんですけど、ミーバイがなんと釣れました。ということで、ジュラサックありがとう。あざっす。これ美味しそうっすね。いいっすね。こいつクーラー突っ込んどいてもいいっすか。これ何旗かな。ちょっと知ってる人いたら教えてください。あんまり見たことないっすね。この斑点なんか珍しくないですか。茶色丸旗かな。今日結構でかい。なんと今ね、ミーバイの口からなんか変なものが出てきてます。なんだろうこれ。タコかな。わかりますかね。なんだこれは。何か得体の知れないものが出てきましたね。タコかなこれ。何これ。魚なんか脱かな。わかんないですけど、スルルーですな。あと口入ってんのはなんかいっぱい入ってるぞこいつ。もしかしたらミーバイの地合いなのかな。というね、なんすかねこれ。タコイカわからない。なんかね入ってました。ついてますよこれ。携帯で動画回します。多分これついてるんじゃないですか。この感じ。今リュウキさんの竿に何かが当たっております。餌はボラですね。いや多分触ってますよ。触ってるか多分乗ってるかじゃないですか。おお、ヒットヒット。ファイトファイト。シャーケー、おらー。絶対やばいこれ。竿がゲージ曲がってるよ。やばい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 。アーラミーバイじゃないかこれは。やばいやばいやばい。絶対やばい絶対やばい。これやばい。事件来たか事件来たか。ゆっくりゆっくり。ビッグゲーマー、今日からビッグゲーマー。頑張れ頑張れ頑張れ。ファイトファイトファイト。チュラサクポテンシャル目に入られましたか。もうちょい前に行ったらどうすか。ゆっくり上がってますね。絶対やばい。赤人じゃないですかね。赤人っぽいっすね。やばいやばいやばい。擦れてる。やばい。こっち行けないですかね。こっちは無理か。やばい超曲がってる。ゆっくりやったら多分いけます。はい、切れた。あー絶対やばかったっすね今の最後に。ええー、ついてるっすね。惜しいっすね。でかそうじゃなかったっすか。めっちゃやば。何だったから。いや、ミーバイじゃないですか、絶対。めっちゃねえが当たったっす。やばっ。やっぱ、30号やっぱ細いっすね。30号切られる。やばかった、今のは。もう一回、組み直して、やっていきます。いやかっこいい。夢あるっすね。めっちゃ興奮しましたね、今。でかくないっすか、今。多分5キロとかじゃないですか。やばっ。俺も打ち込んどこ、もう。今釣ってたら、多分大事件でしたよ。もうちょいでしたね、けど。そうですね、ミーバイは基本潮止まりですね。久々に見たな、大きいあたり。は
い、ということで撤収のお時間がやってまいりました。今回は全然釣れなかったんですけど、まあ、感謝の気持ちを込めてね、磯をきれいにしていきたいと思います。じゃあ一緒にきれいにしていきますか。行きましょう。ということでね、ゴミを拾っていきたいと思います。やっぱりね、こういうのいっぱい落ちてるんで、今度拾っていきましょうね。ゴミ拾いを見せたいと思います。こうやって毎日やってるわけで、みんなの力でね、磯がきれいになったらいいですね。自分たちのゴミは当然なんですけど、やっぱり磯自体を掃除できるともっといいですね。何もいっぱい落ちてる。なんだこれ。よいしょ。針がついて痛えなこれ。ハサミ。よいしょ。拾いますね。はい、たった数分でね、こんだけいっぱいゴミが拾えました。ということでね、自分たちのゴミと合わせて今から片付けして撤収したいと思います。はい、ということでね、一通り片付けも終わりました。今からね、一番の過酷が待っております。このね、崖を登って帰らないといけないんでね、帰っていきたいと思います。はい、お疲れ様です。無事に帰ってこれました。今日はチョーカーね、あまり恵まれなかったんですけど、まあね、大きい当たりもあったりして楽しい調校となりました。今回は南国プライムさんのリュークさんに来ていただきました。で、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。